先生よろししくお願いします、はい、さて、えー、今日はですは、ね、気候変動について伺いたいんですが、えー、4月にはアメリカ大統領主催で気候変動サミットがあり、そして日本でも現在行われている株主総会などで、えー、株主から気候変動についての会社の取り組みなどについての質問があったりということで、えー、関心も高まっているところなんですが、先生、この問題、今後どうなっていくと。 いいいらっししししゃまますすでしょうかよろしくお願いしますそうですね、この気候変動問題、特にこの二酸化炭素ですね、CO2 ですね、えー、これの排出をいかにこの少なくするか、これ、全く止めるっていうわけにいかないんですね、ご存じの通り、えー、石油産業というのは何もうん。 ガソリン、自動車のためのガソリンだけではなくて、ですね薬品から始まって、もう人間生活のありとあらゆるところに、ですねこの石油産業、これが応用価格で、いろいろな形でですね、 えーまあ、生活を支えているという、まあ、この一言で、えー、原油、石油といっても、ですね、えー、これはもうあらゆるところに利用されているというんで、えー、これをですね、えー、完全に廃止してしまって、えー、別の代替エネルギーに変えるんだと。 いうことはまあ口では言いますけど、現実的にはですねありえない話なんですね。そこで何としてもこの CO2 を削減しなければならないということで、ですねまあ世界全体が協力してこれを進めようと、バイデン政権もですねこの気候変動、これにですね、ケリー。 元国務長官、まあ、日本では外務大臣ですがケリー国務長官という元国務長官ですが、まあ、政治家としては大物政治家というふうに言えると思うんですが、まあ、大統領になってもおかしくないぐらいの方なんですがこのケリーさんをです、ね、この環境問題の専任の長官にです、ね、抜擢して そして、まあ、世界に呼びかけて、この気候変動問題、二酸化炭素削減ということにですね、まあ、大きく踏み切った力を入れているわけなんですね。というのは、これ、国際的に、まあ、協力してやらないとどうにもならないという、まあ、いわば宿命みたいなものがありまして。 えー、この排気ガス、まあ、これ、空気の中に二酸化炭素がこの、うん、広がるわけなんですが、これ、人間の移動と違いまして、この空気の移動とか水の移動とかあいうのは、ですねこれ、国境がないもんですから、えー、一国だけでですね箱庭みたいに仕切って、ですねうちだけ二酸化炭素を出せませんというわけにいかないんですね。 えーまあ、日本では黄砂ってひ黄色の砂って言って黄サって言うんですが、えー、中国の方からですね黄サが飛んでくると。 ということで、えー、国境に壁を作って止めるってわけにもいきませんし、えー、こういう問題はですね全て、えー、国際的に協力をして、えー、解決しなきゃならないというそういう宿命があるんですね、えー、これでまあ今、うん、脚光を浴びているというかそれなりに大きな力を発揮している効果が出ているのがありましてね、えー、これはあの、うん、二酸化炭素削減のためのですね えーまあ、プロジェクトというのがありまして例えばアマゾンこの辺は非常に伐採が進みましてかつての森林がですね今、砂漠のような状態になっているという,もうアマゾンだけではなくて世界中見ればもう至る所がですねどんどんと砂漠化していると。 ということなんですねですからここに森林をお作ると、おここに植樹をして、ですね、えー、その今の砂漠になったところを全部あ青わとした森林に変えるというようなプロジェクトがありまして、実際に、えー、稼働しているわけですね、えー、そしてその、まあ、石油会社でも別に鉄鋼会社でもいいんですが、二酸化炭素をです、ね、出さざるを得ないと。 いうまあ企業はこの株を買うわけですね。これ投資をするわけなんです。えそうするとですね、えー、年間で何千万トンとか何万ト何百万トンとかですね削減できたと。 まあそれだけ森林ができると、その森林が二酸化炭素を吸うわけですよ、吸収するわけですよ、だからまあ厳密に今、AI の時代ですから、厳密に計算すると、ですねどれだけの,その二酸化炭素が吸収されて削減されたかということが分かるわけですから、その投資の割合に応じて、ですねまあ配当じゃありませんけれども。 それだけ貢献したものがですね、クレジットがもらえるわけですね、でそうすると、まあ、工場で黙々と煙を出してるんですが、えー、そちらの方からクレジットをもら,いもらったためにですね、えー、もうあの <laughs> 黙々とそのまま煙を出してもいいという、こういう話なんですよ。でこれがまあ世界的規模で考えると、ものすごい勢いで進んでまして。 まあ2020年、まあ、去年ですよね、去年でこの事業が76%、約80%伸びまして、今年二21年はおそらく15倍ですから15、1500%ぐらい、えー、になるだろうと。 50年になるとですね100倍になるだろうということになると、ですね計算上はですねこの地球上から二酸化炭素がなくなっちゃうということはないでしょうが、まあ、計算上ですからね、えー、どんどんと、まあ、削減できるという、まあ、こういう、まあ、話というか、現実があるわけなんですよ。<laughs> だから、まあこれ、一つのマーケットですよね、市場ですよね。 えー、何でもこの困ったことがあったら市場化して、ですねそしてその困ったことをなくすようなものに投資をすると、そうすると投資した先の株が、バリューがどんどん上がるから、投資した投資資金は倍にも3倍にも10倍にもなると。 ところで一方、自分がこの二酸化炭素を排出して、これを止めろというふうに政府から命令されて、そのために何百億の設備投資をして、炭酸ガスを削減するという設備投資をするということがあったわけなんですが、今度は逆にですねこんなところに100億も投資,す投資して、この 炭酸ガスをなくす設備、えー、装置、設備をです、ね、作るぐらいだったらあ、そんなことはしないで、このベンチャーキャピタルに金を入れ,入れると、そうすればあ何万トンという配当がもらえると、そうすれば、それでこの、うん 煙突から煙がもくもく出たのをほっとけばいいとまあ,あ <laughs> 妙な言い方ですが理論上そういうことになるわけなんです、まあ、理論上だけではなくて本当にその削減できるわけですねですからアマゾンで削減しようと日本で削減しようとアメリカで削減しようとこの地球上からですね削減されたことはあ、まあ、事実なんですからじゃあアマゾンで削減された分を クレジットをもらって東京で二酸化炭素をもくもく出すという、分、まあ、かりやすく言うとそういう話になるんですよ、これがどんどん,どん,どん伸びてるんですね、ですから二酸化炭素を出してはいけない、そのためには何百億も投資して、これを止めようというのは実に善意な話で、ごもっともな話なんですが、これはいくら政府が命令しても人間、あんまりやりたくないんですね。 100億の設備投資をして炭酸ガスを出さないようにしようと言っても一銭も儲からないんですからね、ところがこの100億をです、ね、今の言うベンチャーキャピタルに出せば、100億はバリューとしては200億になり、ですねかつ自分の方の炭酸ガスは出しっぱなしと、こういうことになると人間というのは必ずそっちの方へ行くんですね。ということで、今これがどんどん伸びてるんですが、実は裏がありましてね、マーケットに入ると必ず裏があるんですよ。 そのバリューを上げるのもマニュプレーションといってですね、価値もないのに価値のあるように見せかけて、その、そういう数字を出して、減ってもいないのに減った減ったといってですね、監査法人じゃありませんけども、中間のあれが、その、そういう数字を出してですね、それでぐるぐる回ってるっていう、まあ、全部が全部じゃないんですが、そういうこともあるということなんですね。ですから確かに何事もマーケットに入れて解決すると、解決できるんですが、必ずそこには裏があってですね、 えーまあ、必ず裏があると言ってもいいと思いますが、そういう問題があるということなんですね。まあこれを今度は抑えようとするとですね、まあ、とうん、証券。 監視委員会じゃありませんけれども、それを抑えようとすると、ですね今度はマーケットが止まってしまって、経済が破綻するというところにまた追い込まれる、もう本当にどうにもこうにもならない、どこかで目をつむるしか仕方がないというのが、まあ、人間ですから、まあ、今、どんどんこの炭素のですね削減のマーケットが拡大しているのは、数字、結果的には大きな成果が出ますけれども。 おこれによって、えー、まあいろんなマニュプレーション市場操作そういった問題もやっぱりついて回るということをまあ,あ覚悟しなければいけないんじゃないかなというふうに思っております <laughs> はい増田先生どうもありがとうございましたはい。この番組では増田敏夫先生の質問を募集していますラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください増田敏夫の逆手で勝つ 本復興のためにでした。